土佐国は、かつて日本の地方行政区分だった、両制国の一つ、南海道に属する、高知県にあたる。国名は、古くは、古事記、日本書紀では、土佐、仙台旧字本紀では、土佐と記されている。もともとは、土佐で、和同6年の弘治令で、土佐、平安時代中期に至り、土佐が一般的な表記となったとされる。土佐の語源には、春佐都市、遠郷、門郷などの諸説があるが明らかではない。律令制において、土佐国造と畑国造の領域を合わせて建てられた。土佐の記述は、日本書紀に見え、天武4年3月の条項に、土佐大神も、神が棚一口、進む天皇とある。また、天武13年には、土佐国大円54番系、没水会、土佐国士こと、大塩高等、海水氷、等、湯瀬雲頂線、大っぱなし出演と、白鳳地震における地変や津波により町を運ぶ船が流出したことを国司が報告する記事があり、律令制が敷かれ国司が派遣されていたことを示すものである。古くは、流刑地の一つであった。日本書紀の天武5年9月の条項に、筑紫太宰三位や柿王、雄宰、龍羽土佐と見える。平安時代末期、源義朝の五男で頼朝の同母弟木々が流されて、兄の挙兵の折に自らも立ち、鎮圧されている。またこの他にも、紀夏井や藤原市長、土帝天皇、命領親王が流人として、土佐の土を踏んでいる。鎌倉時代に入ると摂関家一条家が、幡郡に、幡荘を置き、戦国時代まで、同家の支配が続くことになる。室町時代、細川氏が守護を務め、後には、室町幕府官僚を輩出した慶長屋の当主が守護を兼ねる国となった。だが、守護代の細川遠州家は在京したままで、さらに現地で実務を担うまた守護代の大平氏すら、在京して活動したため守護や守護代の戦国大名家の流れは起こらなかった。応仁の乱により、荘園からの収入が途絶えがちになると、大平氏の助けで、関白、一条卿房が、土佐畑荘に下校し、土佐一条氏として、西部を基盤に、戦国大名化していくことになる。戦国時代、一条氏の支配する西部を除く中部から、東部では、土佐七尾と言われた本山市や安芸市、吉良市、津野市、長宗我部市、甲宗我部市、大平市などの勢力がいたが、早くから新潮市吉良市などを平屯した本山市を、長宗我部元親が倒し、他の七尾や名手、一条氏との戦いにも勝利して、土佐を統一、やがて四国全土を支配する目前にまで至るも、豊臣秀吉の四国征伐によって、土佐一国のみを安堵されるに終わった。元親の四男上信は、関ヶ原の戦いで西軍に組みしたことから改易され、山内一豊の入部以降、江戸時代を通じて、山内氏が土佐一国を支配した。主に在地武士は、豪士として寓されたものの、旧来の山内家臣で構成される上士階級との対立が長く続き、この構造は明治維新までしこりを残した。幕末期には、四健康の一人と称された藩主、山内陽道をはじめ、土佐勤王党で知られる、竹市半平太や坂本龍馬、中岡慎太郎、望月亀屋田、岡大蔵等の志士を輩出している。土佐国側と被国府は長岡郡にあった。南国市飛行で国が関連施設の遺構が発掘され、土佐国側として高知県指定史跡に指定されている。国主を務めた木貫之により在任期間の事柄が土佐日記に記されている。遺構については1977年から1990年の間に計25次の発掘調査が行われ、国画関連と見られる柱穴や、すずりなどの遺物は見つかったが、国府中心部の様相や全体的な版画配置を確定するには至っていない。南国市飛行には、代理、国鳥、府中などの字が残り、付近にあったことは間違いないとされる。周辺では、土佐国分寺や飛行配置が営まれたことも知られる。なお国側と石踏みの北西方には、伝木貫之屋敷跡があるが、これは同地に残る、庄司、代理から国士舘跡と推定したもので、木貫之が居住したという確証はないが、天明5年の乗り子旧石碑などが建てられている。土佐国分寺碑構廃寺跡等新祖、延喜式内社、延喜式神明町には、大小一座一社、小社20座20社の計21座21社が記載されている。大小一社は以下に示すものであるが、名神大社ではない。土佐神社総社、一宮以下、中世諸国一宮制の基礎的研究に基づく、一宮以下の一覧。なお、朝倉神社が二宮とされた時期もあった。三宮以下はなし。土佐守、編集土佐助、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集安芸郡上郡長岡郡土佐郡阿川郡、高岡郡幡郡江戸紀以前、編集江戸時代、編集。ありがとうございます。